マリングの先発小島でした。立ち上がり長谷川がヒットで出て2番の平沼ファーストゴロ、池田が一塁を踏んで一塁ランナー長谷川挟まれてタッチアウトになります。これで2アウトランナーなくなりますが、3番のこの先2ベース、4番の中村武也ショートゴロに打ち取ります。小島立ち上がり0点で抑えました。ライオンズの先発今井、ツーアウト二塁一塁で安田打った瞬間という先制のスリーランホームラン、いい打球でしたね。完璧でしたね。マリンズ3点先行。そして2回のライオンズランナー出ますが、ダブルプレー、今日ライオンズもこういうの多かったですね。つながらなかったですね、はい、そして2回の裏田村に3年ぶりの一発が出ます。深いところに飛びました、はい、いけるんですかね。この感触忘れないですね。でもあんまり考えすぎないそういうもんですか。そこはね、あんまりよく思ってたんですけどね。3回のマリンズノーアウト二塁一塁で4番のポランコ、外のまっすぐを捉えます。安心したと思うね。しっかり当たりました。タイムリーヒット5点目。さらにランナー2人置いて5番の安田、今井から今度は左へ、打球はホームランダ軍が飛び込む2打席連続のスリーランホームラン、8対0になります。いい働きね、はい、でしたね。今井はノックアウト。4回のライオンズチャンスを作ったんですが、中村武也三振、ツーアウト二塁一塁になってアイト。ライオンズ1本出ないんですよね。得点じゃないんですけどね、中村選手はね、得点で結構まあ、得点出せないような状況になってくると思うんですけどね、はい。そして4回裏1番の池田にもホームランが出ます。本田から打ちました。池田思い切りが来て受けてくれますね。これこそじゃないか、はい、池田こそね、小島は6回まで投げました。6回は2アウト3塁となって5番の牧野、ライオンズはようやく1点を返します。牧野のタイムリーヒット、6回1失点でした。最後愛斗レフトフライ。今日もクオリティスタートをマークしています。マリンズは7回から2人目のピッチャーメルセデス、ランナー出しましたがここもダブルプレー、マリンズはつながらず。両川はいい当たりでしたがライト平沢が0点で抑えます。そして7回裏ポランコ、青山から打った瞬間のホームラン、素晴らしい打球でした。ポランコにも一発が出た千葉ロッテマリーンズ、山本大と7回の裏打席回ってきて三遊間深いところ、内野安打、プロ初ヒットが生まれます。笑顔です。記念のボールも持ってきました。マリンズは8回チャンスを作ってシャナリーセカンドゴロ、この間にスリーベースを放っていた和田幸四郎が帰ってきます。さらに1点追加。9回の表メルセデス、最後は鈴木翔平をセンターフライに打ち取って試合終了、11対
1対1、パナソニックマリンズ6連勝、貯金10、快勝したゲームでした。